ルイ・ドゥリュック、ルイ・ドゥリュックは、フランスの映画監督、脚本家、映画批評家、著述家。33歳で溶接したが、少数の映画作品と数々の著作を残し、毎年の最高のフランス映画に与えられる、ルイ・ドリュック賞に名を残す。1890年10月14日、フランスドルドーニュ県カドゥアンに生まれる。1903年、家族と共にパリに移り住む。 古典を収めた後、ジャーナリズムの道へ進む。スペクタクル芸術の批評、詩、小説など、たくさんのものを書いた。芸術映画、ニュース映画、軽映画など、当時の映画に対しては、非常にクリティカルであった。戦時中、ポール・クローデルのミューズであり、通訳であるエイブ・フランシスと結婚した。彼女がデリュックにアメリカ映画を発見させた。1917年から、 映画批評の世界に身を投じ、数え切れないほどの記事や倉庫を書き、シネアストという子を発明した。幼馴染のレオン・ムーシナックと共に、フランスにおける初めての独立系理論家、批評家となった。わずか5年のうちに、応一する活動の兆候を示す。雑誌、レジャーナルジュシニークラブとシニアを編集し、複数のシネクラブを創設し、とりわけ7本の映画を演出した。 中でも日本はフランス映画史に残る作品である。ラファームでナルパートと強熱である。彼の演出は自然な美術装飾を生かし、ジェスチャー表現や突発的変化を抑えたものであった。陶器出現までの1920年代映画を特徴づける前衛映画の先駆であった。1924年最後の映画、洪水をローヌ川の谷で撮影した。 非常に悪い気候条件にあって、ルイ・ドリュックは恐るべき肺炎に罹患する。同年3月22日、33歳と数週間の生涯を閉じる。ありがとうございます。